日本の公立小学校教科書、監修に池上彰さん。陳、ガネットで話題。内容はこちら。日本の公立小学校教科書の監修に池上彰さんが含まれているようです。では、竹内久美子さんのツイートより内容を見てみましょう。竹内久美子。日本の公立小学校教科書、監修に池上彰さん。陳。まさしく、陳ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。私は進学校の高校生ですが、現代社会の教科の資料集は、池上さん監修のものを使っています。よりによって、学者でも何でもなかったですよね、この人。誰が選んだんでしょう？もしかして、日本の様々な教科書が、池上彰に侵食されている感じなのでしょうか。次はこちら。本当にどうしようもない。は。終わった。何もかも。ありえんな。終わった。絶対あかんやつやん。絶対あかんやつですよ。完全に終わった。次はこちら。公立学校教育終了のお知らせ。教科書、嘘ばっかしになりそうやな。何せ、嘘だったのか、ですからね。最後はこちら。小学生を洗脳。小学生の柔らかい頭に刻み込まれた知識は、ずっとずっと大人になっても影響を及ぼし続けるから、これは本当に由々しき問題です。どこに文句言ったらいいんでしょうか？小学生に間違った教育をさせるわけにはいきません。文科省に抗議の声を上げるしかないかもしれないですね。結論。何せ池上彰氏といえば、人権問題に積極的に取り組んできたトランプ氏に対し、トランプ氏は人権問題に関心がなかったと地上波テレビで発言するくらいですからね。そんな人が公立小学校教科書の監修って、ゆゆしき問題にも程がありますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。